タイム氏の表紙を飾った人物の一覧は、1930年代にタイム氏の表紙を飾った人物の一覧である。タイム氏の創刊は1923年である。同志がアメリカ合衆国を代表するニュース雑誌としての地位を確立するにつれ、その表紙に登場することは、その人物の特筆性、名声、あるいは悪名の証であると考えられるようになっていった。 表紙に登場した人物については特集記事が組まれるのが例となっていた。1930年3月24日付の表紙を飾ったアルカポネ。1930年3月31日付の表紙を飾ったマハトマガンディ。1930年11月3日付の表紙を飾ったエチオピア帝国皇帝、ハイレセラシエ一世。 1931年1月5日付の表紙を飾ったマハトマガンディ。1931年5月18日付の表紙を飾ったカガミケンキチ。1931年7月20日付の表紙を飾ったニコラテスラ。1931年10月12日付の表紙を飾ったシデハラキジューロウ。1932年5月2日付の表紙を 飾ったチャールズ・エイリンド・バーク・ジュニア。1932年8月15日付の表紙を飾ったマルクス兄弟。1932年9月5日付の表紙を飾った内田交際。1933年1月9日付の表紙を飾った荒木貞夫。1933年3月6日付の表紙を飾ったサラデラのルーズベルト。 1933年9月11日付の表紙を飾ったガートルード・スタイン。1934年1934年1月1日付の表紙を飾ったヒュー・エス・ジョンソン。1934年1月15日付の表紙を飾ったエルマー・アトマスとチャールズ・コグリン。1935年1月14日付の表紙を飾ったヘンリー・フォード。 1935年3月18日付の表紙を飾った王長明。1935年8月19日付の表紙を飾ったジーン・ハーロー。1935年10月28日付の表紙を飾ったムッソリーニ親子。中央が父、ベニート、ムッソリーニ。右側にビットーリオ、左が弟ブルーのムッソリーニ。 1936年2月17日付の表紙を飾ったレニリー・フェンシュタール。1936年2月24日付の表紙を飾ったヒロヒト・フギ・ショカイセキ・ヨシフ・スターリン。1936年5月18日付の表紙を飾ったアルフレッド・ランドン。1939年7月17日付の表紙を飾ったソニア・ヘニー。 1939年7月24日付の表紙を飾ったエッナ・チャーノ。1939年7月31日付の表紙を飾ったウェンデル・エル・ウィルキー。1939年9月4日付の表紙を飾ったウィンストン・チャーチル。ありがとうございます。